はいどうもこんばんは自転車トーマスです、えー。今回はですね、あのー、まあ、恐竜のフィギュアが割と小さいので、えー、サクッといこうと思います。今回紹介していくのは、えっ、ー、と、白石のミニ恐竜フィギュアのステゴサウルスです、はいえー。こちらの商品はですね、多分僕5年ほど前に駅前の、えー、と某家電量販店の方で、えー、購入したものなんですが、今では、うん、 販売が多分若干終了気味になってるかなと思ったんですけど一応 Yahoo ショッピングとか楽天市場の方でだいたい5、6 0 0円ぐらいだから当時とそんな変わらないぐらいで、えー、売られていた感じですはいなのでまあそこら辺でまあ買いたい方は買ってみてくださいはいと、えー、いう感じですねあの白い日に関してはあのー、僕はそうですね 初期の本当最初期のあのシュライヒのえっとなんかティラノサウルスとかベロキラプトルとかですねあのそこまで値段が高くないシリーズとかを何個か買ってたんですが、えー、最近やっぱりシュライヒっていろんなバリエーションの恐竜が今あのトイザラスとかで出てるわけでそこら辺はあまり僕は変えてないかなっていう感じですね、うん、ただ唯一欲しいのが、えっと、テリジノサウルスですね 腕が動くのと、うん、あの、なんかこう、スターウォーズのフィギュアと絡めて遊んでも面白そうかなというふうに思ってるので、えっ、ー、と、たぶん、いつかなんか中古で買おうかなと思ってます。はい。えー、っていう感じですかね。はい。それでは、まあ、ステゴサウルスの方を見ていきましょうか。全体像はですね、えー、こういう感じになってます。はい。全体的にですね、うん、何色と言うべきでしょうか。あのー、 まあこの下に置いてあるボードみたいな色をしてますね。で、えー、っとトゲの下側に黒い、えー、グラデーションが入ってて、えー、トゲの方は、えー、っと白色ですね。で先端、えー、部分にね、あのー、黒い塗装がちょっとされててで、えーっと、ちょっとなんかこう汚れがついてるような感じの塗装がトゲにされてますね。 なんか墨入れというべきでしょうかはいえー、やっぱねシュライ費なだけあってやっぱりその塗装というかあの造形とい,いまあかなり気合いが入ってるかなと思いますはいこれまああの公式のちゃんと商品ですよっていうのがあ,のある程度わかるようになってますねまああのこのくらいの大きさの恐竜のフィギュアって、まあ、やっぱりその安い まあ、チープトインみたいなものがいっぱい出てますけど、やっぱそれとは一線を画すぐらいのちゃんとした出来になってると思います。はい。まあそうですね、僕、ティラノサウルス持ってたんですけど、ちょっと紛失してしまって、今は手元にないんですけど、まあそれと一緒に遊んでもよさそうですね。あとはなんかこう、若干この前足がね、ガニ股っぽくなってて、ワニみたいになってますね。これも結構いい造形だと思います。 なので、こう躍動感があるようなポーズが作ってありますね。まあ、特に可動域とかはないので、まあ、このまま置くって感じですが、まあ、そうだな、ね、なんかあの庭のなんか観葉植物とか、えー、と一緒に置いたりとかですね、なんかジオラマとかにちょこっと飾ったりとか、まあそういうふうなので、割と遊べるんじゃないかなというふうに思います。はい。 えー、そういう感じですかね。まあ多分今もこういう感じのシリーズって多分あんま見たことない気がしますけど多分探せば雑貨屋さんとかにもね多分在庫が残ってたら売ってると思うので、えー、興味がある方は探してみてください。はい。えー、というわけで僕のチャンネルではねいろいろ恐竜のおもちゃとか、えー、中古で買ったその恐竜のグッズとかをねあの紹介してますのでよければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。はい。 以上です。それではご視聴ありがとうございました。